飲むべき痩せる最強の飲み物はこれ。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。たった2つの材料を組み合わせて飲むだけでスルスル痩せちゃう飲み物ってご存知ですか？そこで今回は腸活ダイエット整体師の私がおすすめする最強の材料を組み合わせるだけで痩せる飲み物ご紹介します。目次です。1、痩せる最強の飲み物のダイエット効果について。2、最強の痩せる飲み物のレシピ、材料を作り方について。3、材料の正しい選び方。4、注意点3つ。ここ、とっても大事。ここで間違うと逆効果になってしまいます。ぜひ聞き逃さずに最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで健康で綺麗に輝く女性を増やしていきたいって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録してお役立てください。では早速目次1、ダイエット効果についてということで、ポイントはズバリこちら、相乗効果になります。その理由は2つの食材を組み合わせて摂ることで相乗効果が生まれて、さらにダイエット効果がアップするから。その2つの食材とはこちら、蜂蜜足すシナモンイコール最強ということで、ここからはそれぞれの食材が持つダイエット効果と掛け合わせた時の相乗効果にとって出てくるダイエット効果、この順でお話します。ではまずは蜂蜜のダイエット効果について5つポイントをお伝えします。まず1つ目はこちら、血糖値が安定するからになります。その理由は、血糖値が安定するとあなたの暴走する食欲も安定するからなんですよね。例えば私たちって血糖値が低下してくるとどうなるか、あーもうお腹すいたって脳が感じて、やっぱり食べたくなっちゃうんですよね。でもちろん食べます。するとまたどうなるか、もうお分かりですよね。食べれば誰だって血糖値が上がる。するとそれをまた下げようとして、デブホルモンって呼ばれるインスリンですよね、そのホルモンが頑張って血糖値を下げようとします。でまた下がるから脳が感じて、ああお腹すいたってまた食べるという、その負のスパイラルへと入ってしまえば、いつまでたっても食欲が収まらないんですよね。そこで大活躍するのがこの蜂蜜を適量摂ることで、血糖値のコントロールをしてあげればいいわけです。血糖値が低下しすぎないように上手に保っていく、これができればあなたは食欲に左右されることなく血糖値を安定させることができて、結果痩せます。ダイエット効果2つ目はこちら、蜂蜜は腸内環境を整えることができます。なぜかというと、蜂蜜に含まれているオリゴ糖やグルコン酸がなんと腸にね住み着いている痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを増やす効果があるからなんです。この痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えてくれると腸内環境が整って、結果腸の運動ですね、蠕動運動が活発になる。するといらない太る元ですよね、老廃物をデトックスすることができる、便秘解消ということです。ダイエット効果3つ目はこちら、脂肪の蓄積を抑えてくれる効果があるからなんです。蜂蜜を摂取するとポリフェノールが多く含まれていますから、このポリフェノールが脂肪の代謝をどんどん上げてくれて、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるんです。ダイエット効果4つ目はこちら、栄養バランスということで、とにかく蜂蜜がすごいのは栄養価がものすごく高い。例えばタンパク質、ビタミン、ミネラル、カルシウム、カリウム、鉄などなど、実に180種類ものこういった栄養や健康成分が含まれているんですね。痩せるためには絶対に欠かせないのが栄養になります。なぜか、やはり痩せるためのホルモンを作る材料が栄養だからなんですね。ですから痩せたいのであれば、しっかりと食べて栄養をちゃんと補給することです。そう、痩せるためには栄養がとっても大事。そしてダイエット効果5つ目はこちら、むくみ改善ということで、せっかくね痩せたのにむくんだままでは見た目もすっきり見えませんし、残念なことになりますよね。そう、そこで蜂蜜に含まれているカリウムでこのむくみを改善することができます。見た目もすっきり。ではここからはシナモンのダイエット効果5つポイントまとめてお伝えします。まず1つ目はこちら、
脂肪燃焼効果があります。それはなぜか、実はあの私も大好きなシナモンの香り成分に秘密があるんです。それはシンナムアルデヒド。この物質がね、脂肪細胞の脂肪をどんどん分解してくれるんです。ダイエット効果2つ目はこちら、体を温めてくれます。これすっごく大事。低体温のままであれば絶対に痩せることができないから、イコール代謝が下がっている状態なんですよね。ではこのシナモンを取ればあなたの脂肪をどんどん燃焼してくれて、結果代謝もアップ、イコール体温を上げてくれる効果があるんです。体温がたった1度上昇するだけで、あなたの基礎代謝はなんと12-13% も上げることができるんですよ。このシナモンの効果を使ってどんどんお体温めていきましょうね。では3つ目はこちら、血糖値の急上昇を抑える効果があります。これもすっごく大事ですよね。なぜか血糖値が上がるときにやはり脂肪って溜め込みやすくなってるわけですから、そこをしっかりとこのシナモンの効果を使ってグッと下げていきたいところ。1日のだいたい目安摂取量が 1g あれば、この血糖値の急上昇を抑えることができると言われています。では4つ目です。こちら、善玉コレステロールを上げてくれる効果があります。また血圧を下げてくれる効果もあるんですよ。またこれだけではなくって、逆に悪者ですよね、悪玉コレステロールや中性脂肪値も軽減する作用も持っています。では5つ目です。こちら、デトックス効果が素晴らしいということで、ぜひ便秘に悩んでいらっしゃる方ですね、あと巡りが悪い方は、このシナモンを取ることで体に溜まってしまったゴミですよね、老廃物をしっかりと外に出していく効果を味方につけてほしいなって思います。そのことでむくみ改善、便秘解消、これができたら本当にいいですよね。こんなに素晴らしいダイエット効果があるハチミツとシナモン、ではこの2つを同時に摂取することで生まれる相乗効果とはズバリこちらです。ますます脂肪燃焼、そして代謝がアップ、血糖値がコントロールできて脂肪の蓄積を抑えることができる、そして痩せるための基本中の基本、あなたの腸内環境が整います。なので組み合わせるとこのような相乗効果でますます痩せることができます。では目次2です。毎日飲むべき最強の痩せる飲み物レシピということで、ここからは材料と作り方についてお話します。その飲み物はこちらです。はちみつシナモン茶湯。はい、材料1杯分になります。たった3つなんですね。まずベースは茶湯40度ぐらいまでのぬるいお湯を 200ml イコール1カップですね。私コンビニで見つけてきたこちら、アサヒの美味しい水天然水茶湯なんですが、これがね1本 340ml なので、まあ、これも若干少なめの量を準備してください。もちろん買わなくてもご自分で作っていいんですよ。ただ熱々はダメです。そして蜂蜜をだいたい大さじ1/2から1、ここは入れすぎなければマックス大さじ1ぐらいだったら大丈夫です。私のお気に入りの今蜂蜜はこちらマヌカ蜜、マヌカハニー使ってます。そして最後にシナモンですね。私今回パウダーなんですけれども、これ SB さんの、はい、シナモンパウダーですねが 1g ということで、だいたいこれ一振りが 0.1g と言われてますので、お好みでだいたい6から10振りですね。 1,2,3,4,5,6から7,8,9,10 ぐらいまで、お好みでいいです。マックス10振りぐらいに収めてください。もうこれはですね、蜂蜜茶湯だけでもめちゃくちゃ美味しいのに、そこにこのシナモンの、ね、香りが入ると、もうねデザート感覚で私飲んでいるんですよね。もうカフェに行ったような感じです。そしてまたこのシナモンをこう飲むと本当にもうポッカポカ、体の芯からうわーなんか温まってきたっていう感覚、これもぜひぜひ味わってほしいなって思います。では目次3です。材料の選び方ということで、ここと大事、押さえていきましょう。まずポイントは、すべての材料が無添加のものを選んでください。例えば茶湯でしたら、もうとにかく水だけです。例えばこれフレーバーがねついた香り香料が入っているお水で茶湯を作るとか、そういったことはダメですよ。茶湯は茶湯です。お水だけで作りましょう。そして次は蜂蜜に関してです。ぜひ
純粋蜂蜜を選んでください。精製蜂蜜だったり加糖蜂蜜は蜂蜜以外の余計な糖分が入ってる可能性がとっても高いんですよね。よくないです。逆に取れば取るほど太ってしまいますから、ぜひ天然の純粋蜂蜜です。ピュア 100% 蜂蜜ということで選びましょう。そしてもっといいのは生の蜂蜜ですね。加熱していない生の蜂蜜が栄養価も高くなりますから、生の純粋蜂蜜を選んでください。特にアカシアやローズマリーの蜂蜜は便秘改善に効くと言われています。また私が気に入って使っているマヌカハニーは殺菌消毒作用がとっても高いので、健康志向が高い方にはおすすめです。そしてシナモンに関してはこちら、ぜひセイロンシナモンを選ばれるといいと思います。とってもねキメが細かくって美味しいです。では目次4、注意点ということで3つ大事なことをお伝えしますね。1つ目、こちら、摂取量を守りましょうです。なぜか取りすぎは逆効果です。健康被害もなりかねません。例えば先ほどお伝えしたドリンクは1日1杯程度で十分です。例えば蜂蜜の1日あたりの奨励されている摂取量は 30g までですし、シナモンに関してもいろいろありますけれども、やっぱり 0.6g から 1g までで十分効果があると言われています。またご存知の方も多いかもしれませんが、蜂蜜は1歳未満の乳児には与えてはいけません。食中毒の原因になってしまいます。特にシナモンの過剰摂取は気をつけてくださいね。クマリンという成分が肝臓にやっぱり障害を起こすと言われていますので、とってもね美味しいんですけども、とにかく飲みすぎは注意です。なので必ず摂取量は守っていきましょうね。2つ目はこちら、飲むタイミングを守りましょうです。おすすめは食前30分前にと夜寝る1時間前に飲むです。例えば食前に飲むと消化をサポートしてくれますし、寝る1時間前ですと蜂蜜の成分が成長ホルモンの分泌を促してくれますから、痩せホルモンが作りやすくなるんですよね。またシナモンで自律神経のバランス整いやすくて、こう気分がね落ち着きますから、熟睡にもつながってとってもいいと思います。なので大事なのは、せっかく飲むなら飲むタイミングを工夫していきましょうです。そして最後3つ目、ここ大事、温度を守ってください。なぜかこれを間違うと A4 成分や効果が落ちてしまうから。例えば蜂蜜の酵素やビタミンは60度以上超えて加熱したり、または長時間加熱してしまうと、せっかくのね A4 成分が壊れてしまうんですね。なのでよく結晶化して固まってしまった蜂蜜を加熱する方いますけれども、それを繰り返すごとに成分質が劣化していきますから気をつけましょう。また蜂蜜は金属に触れるとですね劣化しちゃうんですよね。なので瓶状のものであれば金属製のスプーンとかではなくて木製のスプーンの方がおすすめ。なのでこの温度守っていきましょうね。さあここまで動画を見てくださったあなたはもう腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいますよ。実際にこの腸活ダイエット法で1ヶ月でマイナス3キロを達成した方がたくさん出てらっしゃいます。腸活ダイエット整体師として今まで1万人以上の方の心と体のケアをした経験から、実際にさらにより詳しく取り組める腸活ダイエット法を動画4本今無料でプレゼントしています。受け取り方法です。この動画の下説明欄のリンク、無料の LINE 公式登録してから受け取ってくださいね。では今回の動画の大事なポイントまとめです。1、摂取量を守ること。2、材料は無添加のもので作ること。3、体質改善も含めて3、4ヶ月は続けること。ぜひ楽しく美味しく取り組んでいきましょう。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際飲んでみた、いや実はこんなレシピも美味しかったっていうのあなたオリジナルありましたら、どんどんコメントください。とても励みになっています。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです。水道水で作った白湯でもいいんですかという質問をよくいただきます。おすすめは天然水の白湯です。なぜかというと、ビタミン、ミネラル、マグネシウムなどたくさん栄養成分入っています。ぜひ天然水の白湯で召し上がってくださいね。